YKKAP。 ねえ、カツニャリ。にゃんこさん、カツニャリじゃなくてカツノリですよ。はーい。今日はにゃんか楽しそうだにゃ。実はね、 YKKAP の商品力、技術力を紹介するイベントに行くことになったんだよ。にゃ、どんな話が聞けると思う？そうだにゃ、鰹節でできた丸ごと美味しい家なんて最高だにゃ。それはにゃんこさんには最高の家だね。チャンスがあったら聞いてみるよ。それでは展示会に行ってみますか。 GO!YKKAP。 にゃ、さあ東京ビッグサイトにやってまいりました。開催中の YKKAP フェア、早速見てみましょう。行きましょう。楽しみ。お、これは、あ、これありました。これが窓枠が樹脂製のトリプルガラスの窓ですね。これがいいんですよね。断熱性にすごく優れているという。あら、これ木ですね。これ何、本物の木？こんにちは、はじめまして、窓商品企画室の高野です。どうも、高橋克典です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはこの木のフレームなんですか？それでトリプルガラスとの組み合わせ。そうなんです。あえて樹脂が売りだったんですよね。どうしてこの木材を選ばれたんですか？やっぱり木って質感がとてもいいので、高級感やぬくもりといったものがあるのが特徴です。サスティナブルな材料、再生可能な資源であることから、はい、建築物に積極的に取り入れたいという動きがあります。さらに高断熱窓、こういったものの需要はもうさらに高まりを見せていることから、はい、このサスティナビリティと断熱性能を掛け合わせたこの木製窓が今関心を集めているんです。窓の外側を耐候性の高いアルミでカバーして、室内側は上質な国産のヒノキを用いたアルミクラット構造の APW651 を開発しました。実は、はい、あちらの展示場に実際に住宅をイメージした APW651 がありますので、ヒノキの窓枠が入った建物があると。そうなんです。こちらへどうぞ。はい、にゃ、どうぞ。あ、失礼します。お、木製フレームありました。これですね。やっぱこの優しい木のぬくもり感じますよね。はい、これ窓枠が木っていうだけでなんか全体的にこう木に包まれてる感じがして、すごい気持ちがいいですね。そうなんですよ。木製の窓は重くて開閉が大変と思われがちなんですが、はい、この YKKAP の技術を盛り込んだ機能部品で軽い力で開閉ができるんです。あ、本当だ。スーッとね、この大きさのこの厚みの窓とは思えないぐらいの軽さですね。他にもお子様が指を挟まない工夫など、安全安心設計も配慮しています。いや、この自然を取り入れた高性能窓、すごくいいですね。ありがとうございます。じゃあまだ他のもの何か見てきます。はい、ぜひ。ありがとうございました。ではにゃ、 YKKAP フェア、いろんな展示がありますね。僕も本当に大好きなんで、もうワクワクします。あれ、今度は外側一面がガラスでできた建物がありますね。はじめまして、ビル商品企画部カスタム商品開発室、宇田川です。はじめまして、高橋克典です。よろしくお願いします。お願いします。こちらは何でしょうか？はい、こちらは最新のカーテンウォール商品システマ81を紹介する展示になります。カーテンウォール？はい、カーテンウォールとは建物の荷重を直接負担しないアルミやガラスでできた壁のことです。カーテンウォールのおかげでこういった全面ガラス張りのビルができるようになったんです。ぜひお近くでご覧ください。どうぞ。このシステマ 81U はカーテンウォールの中でも足場を設置する必要がなく、クレーンで吊るだけで取り付けることができる画期的な商品なんです。足場いらないんですか？はい、いりません。従来足場を組んでやっていた部材の組み立て、そしてガラス入り作業を工場で完成させてくるんです。それによりまして、現場では工場から運ばれてきたユニットをクレーンで吊るだけで施工することができる。作業を削減しながら施工品質を確保することができるんです。手間を削減して品質を確保する。はい、画期的な技術ですね。はい、その通りです。
従来よりも作業期間を大幅に短縮でき、建設現場での人手不足という社会課題の解決にも貢献しているんです。なるほど、素晴らしい技術ですね。はい、技術といえばこの窓、はい、内側から換気などで開ける際は通常は10センチほどしか開きません。それは落下防止に対する対応としています、はい、しかし火災時に消防隊が外部から救助に入る際は全開にすることができ、はい、通常は換気用として使いながら非常時は侵入口として使用ができる画期的な窓なんです。外側からは全部開けられるという。その通りなんです。 YKKAP さんは、まあ、住宅だけではなくて、はい、ビルに関する技術もすごいんですね。ありがとうございます。いや、いいお話聞けました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。他にも様々な展示がありました。例えば家と庭を一体で考えることで心地よい空間を作り出すエクステリア、フェンスやカーポートなど豊富なバリエーションを取り揃えたエクステリアで家一棟分を丸々コーディネートできてしまうんですよ。これも YKKAP の提案力なんですね。日本だけでなくインドネシア、米国、カナダ、中国、台湾、インドなど国、地域の気候、文化によって異なるニーズに応えた商品を現地で開発、製造、販売していることも知りました。 YKKAP の技術は海外でも生きているんですね。その他様々な展示があり YKKAP の総合力を感じました。いや、楽しかったな。あ、鰹節の家のこと聞くの忘れてた。まあいいか。にゃ、いや、YKKAP の技術はすごかったよ。そこに込められている熱い思いにも感動した。にゃんこさんにもあのガラス張りのビルのカーテンウォール見せたかったな。カツニャリもカーテンウォールのビルを建てるの？そうだね、足場もいらないからね。で、ビルなかなか建てないでしょそれにカツニャリじゃなくてカツノリですよ、にゃんこさん。次はどんな楽しい話が聞けるのかにゃあ、そういえば、うん、鰹節の家は？それがイベントが楽しすぎて聞くの忘れちゃったんだ。にゃー、ごめん、次はちゃんと聞いてくるからさ。にゃー、 GO YKKAP。